こんにちは、アマです。今回はチームスタイルそれぞれの特徴、初心者向けおすすめチームスタイルを紹介していきたいと思います。突然ですが、上手い配信者さんが言ってることは確かに強いけど上手くない自分にはできなかったという方はいませんか？この動画では2021でレートが1200から1400程度の上手くない自分でも使いやすかったチームスタイルを紹介していきます。腕に自信がない方には一番近い意見で実践しやすいと思いますので、まずはこの動画を見てオバメ流を踏み台に上を目指してもらえればと思います。チームスタイルの説明に入っていくんですけども、2022では選手と監督それぞれに5つのチームスタイル、チームスタイル適正というものが設定されていまして、5つの中から1つの戦術を選ぶようになっています。選択したチームスタイル数値が高いほどチームスタイルレベルが上がっていき、戦術が機能しやすくなっていきます。チームスタイルは選手の育成と監督選びに非常に関わってくるので、早めに決めてしまわないといけないと思います。そこで各チームスタイルを数試合ずつ試した僕が、チームスタイルそれぞれの特徴とおすすめのチームスタイルを紹介していきます。まずはポゼッションの特徴からしていきます。ポゼッションの攻撃は極端に裏抜きをせずにボールがつながる位置取りをします。基本的にはショートパスメインでパスミスのリスクが少なく確実に攻めれます。守備はハイラインでハイプレスですね。デメリットとしては直線的な攻めがなかなかしにくく、ゴールまでが遠いためうまく攻めていても攻めあぐねることがあります。それに付随することではありますけど、なかなか点が取れなくて集中が切れると立ち直るのが難しいですね。次はショートカウンターの特徴を紹介していきます。攻撃はまず前に飛び出していきます。つなげる意識はかなり低いと思います。守備はハイラインでハイプレス、ポゼッションよりも枚数かけて守ると僕は感じました。高い位置で奪えれば一発カウンターいけますね。デメリットといたしましては、攻撃時にみんなが前に飛び出すので、攻撃力は高いんですが、ディフェンスラインが高いし、途中でカットされるとピンチになりかねないですね。確実に繋げる猛者が使えば強そうですね。はい、ロングカウンターの特徴いきます。ロングカウンターの攻撃。ショートカウンターと同じく前に飛び出すんですが、ロングカウンターは自陣深い位置からでも飛び出していきます。攻撃時は選手の距離感が広いので幅や深さを使って攻めれるのがいいポイントだと思います。フィジカルやスピードが高い選手を起用すれば効果的に攻めれるかなと思います。ロングカウンターは長めのショートパスが増えるため、ショートカウンター戦術よりもビルドアップが少し難かなと思います。ショートカウンター戦術との一番の違いは守備ですね。ロングカウンターはラインが低くてコンパクトに守ってくれます。そしてリトリート気味に守りますね。なので、ショートカウンターにするのかロングカウンターにするのかは、守備で決めたらいいと思います。守備が硬くて火力があるロングカウンターは結構好きですね。で、次はサイドアタックの特徴いきます。サイドアタックの攻撃。まずサイドでパスがつながりやすい。サイドの選手にボールが入るとそれに合わせて周りの選手がサポートに入ってくれるといった感じですね。ポゼッションの要素もあるんですが、ゴール前では積極的に飛び出してくれます。ショートパスで繋ぎながらゴールまで行くこともできるし、サイドをドリブル突破してクロスに持っていくこともできる。裏抜けもしやすいし、癖がなくてどんな方にも使いやすいと思います。自分はポジションもカウンターもそれなりにやりやすかったですね。守備時はかなりコンパクトになっています。ロングカウンターと同じくらいのコンパクトさで、守り方もリトリード気味で似てましたね。ディフェンスラインはサイドアタックの方がやや高かったと感じました。デメリットに関しては、あんまりないですね。サイドでドリブルする場面が多いので、ドリブルが鍵になっていきそうですね。次はロングボールの特徴いきます。攻撃時はみんな前に上がってロングボールの準備をします。なので、フォワードには身体能力が高くて背負える選手が必須ですね。みんな上がって近くに繋げにくいので、悪く言うと前に放り込むしかないですね。ただ、うまくはまれば一発点取れるという戦術ですね。守備はロングカウンターサイドアタックと同じくらいコンパクトで、ラインは低め、リトリートですね。デメリットにつきましては、先ほども言いましたが、前に放り込むしかない単調な攻めになるということですね。フラッシュが得意な方にはいいかもしれませんが、ほとんどの方にはお勧めしないですね。はい、おすすめのチームスタイルを紹介していきます。最終的には自分がしたい戦術、自分に合う戦術がいいという前提で話しますが、個人的にはサイドアタックが一番、次いでポゼッション、ショートカウンターが同じくらい、ポゼッションが少し上ぐらいですかね。次にロングカウンター、ロングボールと続きます。癖がない戦術がいい方やドリブルが得意な方はサイドアタック、確実に繋いで手堅く攻めたいという方はポゼッション、Eフットボールの操作に自信があるという方はショートカウンター、ショートカウンターだと守備がうまくいかないという方はロングカウンター、フラスルギーの方はロングボール、
自分に合う戦術が見つからないという方は、これを参考に選んでもらえればと思います。はい、今回はチームスタイルそれぞれの特徴、初心者向けおすすめのチームスタイルを紹介していきました。はい、以上で終わります。また会いしましょう。バイバイ。